インディーカーシリーズ第12戦ミドオハイオ、今日は決勝のレポートをお届けします。現地のロジャー安川選手、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。今日も快晴となってだいぶお客さんが集まったみたいですけれども、コンディションはどうだったんでしょうか。そうですね、昨日よりもかなり暑くなってですね、湿度もちょっとあったかなという感じで若干ジメジメしてたんですけど、レース中盤からはちょっと曇り空が出てきてですね、見てる方からするとベストコンディションだったかなという気もします。そして今日のレースはダリオ・フランキッティが見事今季2勝目を達成しました。インディアナポリスに続く優勝だったわけですけれども、ここではですね、12年前にポールポジションを取っておきながら、やっと9戦目にしてミドオハイオで初優勝を遂げたわけなんですが、まさに安川選手の予想通りの展開となりましたね。そうですね、本当に昨日の予選、初日よりも土曜日に入ってから非常にマシンのバランスが良くなってですね、はい、おそらくセットで変更したことがかなりプラスになったと思うんですけど、本当にベテランらしい走りで勝利を手にしましたね。そして2位に入ったのはウィル・パワーでした。今シーズン6度目の表彰台フィニッシュとなったわけなんですけれども、パワーの走りはどうだったでしょうか。そうですね、レース序盤戦を見る限りでは、あのまま独走状態で勝っちゃうのかなとも思ったんですけれども、そのピットで追い越されてからなかなかこのパッシングポイントがないコースなので、今日は逆にそのトータルのチャンピオンシップポイントを考えて無難で2位でゴールしたかなという雰囲気が見えましたね。そうですね、まさにその点も安川選手の予想通りとなったわけですよね。そうでしたね。そして第3位にはカストロネベスが入りました。前回のエドモントンでペナルティによって優勝を逃したカストロネベスなんですが、今回はしっかりと表彰台を獲得しました。そうですね、レースとしてすごい光る走りっていうところはなかったんですけれども、その本当にミスをしないで最後まで走り通して、はい、最終的には3位でゴールして、レース序盤戦そのピット入った時にピットアウトの時に他のマシンと軽く接触するシーンもあったんですけれども、でもそれを乗り越えてしっかり表彰台に乗ってるので、その辺はチームペンスケの力とエリオの、しぶとい走りで表彰台をゲットしたかなと思います。そうですね。さて日本勢なんですが、今回もまたコメントから聞いていただきたいと思います。まずはですね、武藤秀樹選手のコメントをお聞きください。今決勝が終わったところなんですけれども、今日は18位でゴール、どうやらピットでかなり悩まされたレースに見えたんですけど、いかがでしたか。そうですね、2回のピットストップとも、1回目は右リアのちょっと交換のトラブル、2回目はクラッチのトラブルでうまくピットアウトできずにね、順位をいつもピットストップで落としてしまう、そういうレースになってしまったんですけども、ペースとしては悪くなかったし、本当にマシンのポテンシャルようやく、ね、手応えのあるフィーリングを得ることができたんで、ピットの問題はあったにせよ、今日は満足いく、18位ですけどね、満足いくレースができたかなと思います。はい、クラッチの問題がなければ意外とこうトップ10圏内はもう確実だなっていうような気もしてたんですが、自分的にはどんなフィーリングでした。そうですね、コース上でもちょっとクラッチが滑るような感じ出てて、で回転が急に上がったりっていうのがあったんで、少しそれは心配だったんですけども、そうですね、2回目のピットストップのミスがなければトップ10いけたのかなっていうのはありますし、1回目ね、順位が落ちなければ、確実だったのかなと思ってます。はい、レースやっていくうちに路面にラバーが乗ってって、ブラックタイヤとレッドの差っていうのはだんだんこうちっちゃくなってきたりとか、どっちでもバランスはそこそこ取れてるっていうような感じはありましたか。そうですね、ブラックでもタイム悪くなかったし、最後レッドはもう前使いちゃってなかなか自分のペースじゃなかったんですけど、でもフィーリングすごく良かったし、もったいないレースだったなと思います。わかりました。次のソノマロードコース最終戦となりますが、全力で頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございます。はい、ということで、今回もですね、厳しいレースとなった武藤選手なんですけれども、安川選手からご覧になって武藤選手の今日のレースはどんな感じでしたでしょうか。そうですね、結果としては18位なんですけれども、マシンのバランスと本人の走り、粘り強い走りっていう部分ではかなりその今までの展開とは違うかなと感じたので、次回のインフィニオンにはかなり期待したいと思います。そうですね。そして佐藤拓磨選手なんですけれども、佐藤選手のコメントも先にお聞きいただきたいと思います。今日のレース、スタートでいきなりダリオを抜いて。そうですね、まずスタートから、ウィルの真後ろで、
まあ、すごくいい感じで加速できて、まあ、バックストレートでのスタートだったんで、実際にはその4コーナーなんですけども、ダリオとね、あそこであのサイドバイサイドのバトルができて順位を上げられたので、まあ、自分としてもすごくエキサイティングな瞬間だったし良かったと思います。まあ、その後すぐねまたダリオとバトルになって、まあ、バックストレートやっぱりガナッシュ早いっていうか、まあっという間に抜かれちゃったんですけど、でもその後3番手で、まあ、落ち着いて、で後ろからまあスコット・ディクソンのこう追撃もあったんですけど、なんて言ったらいいんですかね、徐々に彼を引き離すような形でトップ3の、ね、グループであの形成してレース進んで、で、まあ、トップ2台が燃費を、ね、調整しながら走り出したので、まあ、僕も同じような状況 ですごくまあそのペースと実際にその、まあ、燃費が、ね、すごくいい感じでできていたのですごく順調だったんですけど、最初のコーションが入っちゃって、なのでコーションが入らなければどこでピットに、ね、入ったかっていうのはすごく興味深かったんですけど、まあ、でもイエローコーションが出てしまって、でピットストップ今リーダーと同じように入ったんですけど、まあ、そこですごくロスしたというか燃料がまあうまく入らなくて、で、まあ、大幅に順位を落としてしまって、まあ、トラックに戻った時にやっぱりすごくがっかりでしたね。まあ、再スタートでスコット・ディクソンの真後ろから抜け出してバックストレートでブレーキング勝負持ち込めたんですけど、まあ、内側はちょっと想像以上に埃っぽくて、あのびっくりするぐらいグリップがなくて、まあ、ブレーキロックしてね、まあ、まっすぐコースアウトしちゃった、まあ、そういう意味ではまあすごく残念です、はい、週末通して非常に乗れてるなという雰囲気もあって、あの、まあ、このインディカーのマシンも本当に完全に自分のものにしてるっていう雰囲気がすごい出てるんですけど、次、まあ、そのまあロードコースもうすでに最終戦になってしまうんですけど、その馬に向けて、まあ、こうなんていうかな、自分の中でイメージしてるものとか、最後のロードコースは絶対表彰台に乗るぞというそうですね、まあ、はい、今回もそのつもりだったんですけど、まあ、残念ながらね、まあ、それが達成できなくて、ただ今回そのテストを事前に、ね、行えたことでものすごく理解度も深まったし、それがまあ今回のね、まあ、こうパフォーマンスにつながったと思うんですね。でようやく、まあ、まあ他のチームやドライバーたちと同じような土俵で、環境でね戦えてるっていう感じがしてきているので、まあ、次回のソノマも、1日テストが予定されているので、まあ、そこでしっかりとねまた車を作っていって、まあ、自分自身も慣れて、で、まあ、ロードコースの最終戦ではねまたここと同じようにコンペティブなパッケージで戦いたいし、次回コースはいいリザルトを決めたいですね、はい、ぜひ次頑張ってください。はい、頑張ります。ありがとうございました。はい、ということで残念な結果に終わってしまった佐藤拓磨選手だったんですけれども、安川選手からご覧になっていかがでしたでしょうか。そうですね、今日前半戦の走りを見る限りではもう確実に表彰台に乗るなと思っていたんですけれども、はい、まあ、最終的には残念な結果に終わってしまって、まあ、おそらくまあ見ている僕らよりも本人がかなり悔しがっていると思うので、それをバネにあのぜひ次回のソノまでは表彰台にリベンジをかけてもらいたいなと思っています。そうですね、はい、ということで第12戦御堂ハヨが終わったわけですけれども、安川選手、今日のレースをズバリ一言で言うとどんな感じでしょうか。今日のレースは経験ですね。やはりコースが小さくてピットレーンもちっちゃい中、ミスが許されないレースの中、ノーミスで戦ったドライバーがしっかり表彰台に上ったという感じのレースでした。なるほど、わかりました。では次回の取材もどうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。